野球界を変えた新庄監督の神対応。新庄監督は就任最初のキャンプで集まった80人の報道陣に向けて、ポケットマネーでおにぎりとサンドイッチの差し入れをする神対応を見せた。太っていた清宮幸太郎に向けてデブじゃねえと鋭く突っ込み、キレが出てモテるようになると野球以外のメリットも伝えていた。開幕投手も務めた北山投手がプロ初勝利を手にすると、自ら相手チームのベンチへウイニングボールをもらいに行き手渡ししている。オリックス戦で杉本に2打席連続四球を与えてしまい一触即発となるが、監督自ら謝罪しに行くといつの間にか杉本までも笑顔にしていた。敵地の広島戦で少年からボールをくださいとお願いされると、突如記者対応を中断しサイン入りバットをプレゼントした。甲子園で試合前のメンバー表交換を終えるとマウンドに向かって歩き出し、バックスクリーンへ向かって帽子を取り深々と一礼した。阪神で一時代を築いた新庄監督の思いがこもった一礼には、敵チームにうるさい阪神ファンですらも拍手喝采で応えていた。